めんどくせえ。おお、喋る、話す、自分の声で話す、爽快だぜ。やっふい。ちょ、こいつやりやがった。何を見てやりやがったと言ってる。動画の表現が最終的に人間が喋るのにたどり着くことはずっと前にシャベル P が示してくれただろう。この場合はシャベル P なのか。まあいい。作品というものは個性を表現するものだ。いくら技術が進歩したところで、やがて多くの人もそれを使うようになる。だが、声のような人間の形質は他人と共有できない。すなわち、無敵のアイデンティティだ。病院行く？どうだ、気持ち悪いだろう。ここに病院を建てよう。あはは、あはは、あはは。おーい、戻ってこーい。なんだよ。こっから自己満足の妄想動画でのセリフ録音による表現の可能性についてで盛り上がるんだ。ああ、いい。話を戻すとだな。そろそろさ。歌ってみる。え、マジ嘘？あ？いや、やっぱり歌が本職だし、歌いたいでしょ。え、なんで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 マジか。嘘や。まあとりあえず落ち着け。作曲とかできんの？ああ、それがさ、まずは動画見てほしいんだけど。え、どんなの？誰かのオリジナル曲の動画なんだけどさ。わくわくでかでか。おお。豚が見てた。土曜の。まあ聞いてみろ。大きな豚が似てました。車に惹かれてぺちゃんこ死にました。これって、え？ふん、すげえだろ。一目で俺は気に入った。なあ、何これ？これを見て、10分で続きを作った。3。だから、さっき言ったこの続きを、お前に歌ってほしい。くぅ、なんだ妙に納得だわ。それは結構だな。いきなりそんなうまい話ないわな。まあそう言うな。シャープとフラットのバーゲンセールでお前の歌唱力が試されるぞ。はいはい、と。歌えるだけ幸せですよ。無愛なんか風流の声だったし。あれか、あれ。かわいい。って好評だったじゃねえか。違うか。声かわいいってところかな。まあ何でもいい。行くぞ。Thank you.
ことに。二つの生きようとした物語。完璧だ。さすがだ。素晴らしかった。まさか、これほどまでにこの気持ち悪い主旋律を完璧に歌いこなすとは、俺も予想だにしなかった。あんま嬉しくね。なんか今のうちも人おかしさ。うるさい、バカ、黙れ。どうでもいいでしょ、そんなこと。もういい、知らない。ほら、どこに行く気だよ。みんなにごめん、探してくる。ふん、たく、仕方のないやつだ。まだまだ歌ってほしい曲があるんだがな。仕方がないから、これはカイトに歌ってもらう。そんなところで覗いてないで、入ってくればよかった。ニグとマスターが二人きりと聞いて。カイト、行けるか。ニグとマスターが二人きりと聞いて。そんなところで覗いてないで、入ってくればよかった。仕方がないから、これはカイトに歌ってもらう。カイト、行けるか。あ、すごいだね。ショベリルー。よし、じゃあ行くぞ。タコ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 ヤギマンチョマン。